moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。6月25日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして名古屋にあるダンスタースタジオから旧名古屋お送りいたします。今日ね、王子ね、マスクしてますけども、ね、汗かいて、冷たいクーラーのね、とこにいたら、夕方ちょっとね、喉がイガイガしましたので、今日はね、マスクをして、トークさせていただきたいと思っています。スペリオジマスクマンでございます。はい、横の人が本当のマスクマンになってしまいましたけど、うん、そういえば、ずっと素顔マンでしたね、そうだね、ということでね。本当名古屋もね暑くなりまして、もう梅雨独特のあの蒸し暑さがね、忘れてたこの蒸し暑さと思って、うん、ちょっと参っている味噌煮込みスキーと、連日暑い日が続いておりまして、こちらも雨が降ったりとかしてたんですね。で、先週末なんですけども、私の実家の方の、草刈りなどをやったんですね。その時にですね、ものすっごく暑くてですね、何でしょうか、もう乾いたその服がですね、白く結晶化していたダンサーズ。潮吹いちゃってる感じだね。はい、はい、うん、はい、こんな暑い名古屋から3人がお届けします。今夜のテーマは楽器。今夜のテーマは楽器です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーは FM ギノワン毎週木曜日24時から放送中の番組スリップビートのパーソナリティでありますサッシーさんです。22時13分頃からとなります。はい、名古屋は栄養コーナー。あ、そう忘れてましたね、はい、名古屋は栄養コーナー、22時38分後からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業、コンビニエンスストアに特化した
日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。メールご紹介します。はい、お願いします。高保さんからなんですけども、はい、このメールはですね、もう私ね、プラチナカードをね差し上げたいっていうようなねメールの内容でございますね。プラチナカード、うん、はい、王子ダンサーサミサさん、こんばん、名古屋。名古屋。中学生の頃、楽器を机の中に忍ばせていませんでしたか？それを悪いやつは好きな女の子の机の中に入っていたヤマハ製のソプラノリコーダーをにやつきながら舐めて静かに戻すことをしていたやつがいましたね。ああ、多分ね、中学生のね、男子はね、結構みんなね、そういうこと希望してたと思うな。おだまり、だから分からないだけのことでさ、ね、誰にも気づかれずに、うん、誠にリコーダーでも私は見てしまいましたよ。廊下から犯罪の瞬間を、もう時効だから言うけど、舐めんなよ、大人になった君は同じことを誰かにされてますよ。あ、でもこれはあの男子が舐めてるんだもんね。うん、男子が女子の、ね、好きな女の子のをちょっとこうね拭いてみようかなみたいな。やだな、もう想像しただけでちょっと怖い。うん、だからプラーってやってたんですか？いや、あのね、王子ね、こういうあのむっつり系はやったことがございません。でもね、はい、あのなんかおとなしい子ほどなんかさ、なんかしてそうな気がしてしょうがないんですよね。はい、なんかはつらつとしてこう元気な目で、わんぱく坊主はあんまりやってなさそうな気がするんですけど、うんうん、あのガリビン君なんかがさ、うん、なんかちょろっとこうね、うん、やってそうな気がしちゃうんだけど。いや、でも今このご時世でこれやられたら本当に嫌ですね。うん、病気になるよ。いやー、でもね、昔はそういうのもあったんですかね。うん、まあ多分ね、今も昔もあると思います。まあちょっとそういう一部のマニアの方、そうそうそう、いやー、もうちょっと嫌だな、考えたくないな。よくマニアの方、はい、いるじゃないですか、こういうね、大人になっても、うん、なんかいろんなとこうね、こうあの舐めるの好きじゃないけどさ、うん、あるじゃん、その、コップにしても、はい、ね、あの好きな女性とかね、タイプの女性が、うん、あのね、飲んでたコップをもう後からそこの店員がこうまた持ってってさ、うん、なんかやってね、飲めちゃうとかさ、そういう人なんかいっぱいいますよ。本当嫌だな、そんな話、ね、そんな話、ね、そういう人はいますよ。あのツイキャスでざわざわしてるんですけど、皆さんがあのまずあのね、そうですね、もうなんかみんな、あ、沖縄大好きさん、やったことはないなって。で、フェミネジーシンさん、はい、こんばんは、すごい話ですねって、ほら、みんなざわざわしてますよ。これはあの高坊さんのメールにこう、ね、うん、ちなんだお話でございますんで、うんうん、だから やっぱりそういうことはね、あの、うん、私たち目に触れないだけで、うんうん、往々にあると思うんですけどね、今現在でもね。高坊さんが、はい、ソプラノアルトであると思います。うん、あ、これはシャレなのかな？そういうことだね。はい、おだまり。沖縄 T シャツパパヤさん、知り合いのミュージシャンは楽器ケースの中に妻に見られたくないあれやこれやを入れているという話、確かに見ないよなと感心しました。何？あれやこれやが気になりますけどね。あれやこれやがね、うん、
でも確かに人の楽器のケースって見ないですよ ね、まあ、すね、楽器が入ってるってしか思わないですから ね、うん、でもね、教室に置いてあるのは危険ですね、うん、はい、はい、ということでということで、はい、はい、じゃあこの後サッシーさん登場です、はい、サッシーさん登場です。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話098-884-5901。中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート、体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです、はい、なんかこの BGM から私の声出て、ね、いいのかなと思いながら、あれちょっと深夜になったかなと思って、そうね、うん、思いましたね。はい、はい、本日の電話ゲストは FM ギノワンで毎週木曜日24時からの番組スリップビートの MC をされていますサッシーさんです。こんばんは。こんばんは。オリジナルの方が出てまいりました。オリジナルの方ってなんか私が出るとなんかパチモンっていう感じがして失礼いたしました。サッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。まずはですね、知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、まずは自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、 FM グラワンで毎週木曜深夜0時からお届けしている音楽番組スリップビートのパーソナリティをしております中村サッシー製菓です。ありがとうございます。ですね、サッシーさんにまずお詫びしなければならないことがあります。ほう。なかなか番組を聞けなくてですね、寝ちゃいます。すいません。あ、大丈夫ですよ。寝落ち番組という噂もありまして、いやー本当ですね、11時50分ぐらいまではなんとか持ってるんですけど、 その後ですね、スッと消えて気づいたら 3時だったとか、ほう、直前までは起きてると。そうなんですよ。そういうことが結構あって、いやで
録音をしようとしたんですけど、録音のタイマーがですね、なんか調子が悪くてですね、録音できなかったりと、本当に申し訳ございません。どうしても出ちゃうなと。いや本当にですね、この年齢になってからですね、すっごい寝落ちがすごくてですね、もう12時から1時ってもうね、なんだろう、あの夢の世界に入るのが、入る前に意識が薄になっちゃうという状態です。すいません、申し訳ございません。はい、ダンサーさん、すいません、ちょっと、はい、音楽が、はい、こっち大きくて、大きいですか、ごめんなさい。あ、聞こえますかね。はい、これだいぶ絞ったんですけども、あ、はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、あ、失礼いたしました。音楽に声が負けてる。負けてたんです。でもあの寝落ち番組ということで、はい、あの結構マニアックな曲もかけたりしてるので、まあそれは仕方ないかなと。ああ、そうですか。あ、ちなみに、はい、寝落ちしたリスナーさんの夢枕に立ちますよ。いや本当、本当にすごい、なんでしょうか、寝るための BGM にはもう、BGM というか番組にはすごい最高かなと思います。もうぜひ10回寝落ちしたら、うん、必ず私が夢に出るっていう。そうなんですね。であとですね、あ、すいません、ちょっと遅くながら、昨年の11月はありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ。ありがとうございます。いや本当にサシさんがお越しいただいたこともあり、すごい場はですね、もうすっごい盛り上がりました。いや、楽しかったです、清永ごぼう、ありがとうございます。いや本当ですね、その、はい、どうぞどうぞ。いや、そのおかげでご縁があって、うん、青森王国でライブをすることになりましたし。あ、そうですね。はい、そうですよね。そうですね、せっかく今この流れで告知をよろしくお願いいたします。はい、今月6月29日土曜日、急なごぼうをね、やってた青森王国、名古屋栄の青森王国という沖縄居酒屋で投げ銭ライブをやります。おー、投げ銭ライブですか。はい、沖縄で、FM ギノワのクリスマスフェスでいつもライブをやってる、はいはい、エクスペリエンスという私のバンドがあるんですが、はい、今までずっと沖縄でしかライブをやってなかったんですが、うん、なんと今回初めて名古屋で、お、愛知県のバンドなのに初の沖縄以外の開催です。愛知県のバンドで愛知でやるのが初めてという。初めてです。今までは何回かやられてると思うんですけども、沖縄だったんですね。すべて沖縄です。沖縄でツアーを沖縄でしかもツアーをやってらしたのに、まだ愛知ではないという。愛知ではない。で、いよいよ愛知でというか名古屋で開催ですね。開催です、初の、はい、初の初のライブなんですけど、青森王国ということでね、以前キユナゴボをやらせていただいた会場なんですけれども、はい、投げ銭ライブということは、どんな感じ。あ、そうなんですよ、青森王国が、はい、3000円で食べ飲み放題、すべてセルフみたいな感じ。あ、そうですね、自由な感じになっているので、はい、ビュッフェスタイルで、食べ飲み放題ということでね、はい。飲み物も食べ物も自分で取ってくる方式なんですけれども、それで3000円なんですけど、入場料が。そうなんです。さらにそこで自分、はい、はい、あ、どうぞ。バンドメンバーも食べて飲みたいので、はい、あ、そういうことなんですね。バンドメンバーなのでチケット代を取らずに、はい、ライブの途中で、うん、お気持ちをいただくというなるほど形でなるほど開催いたします。はい、ということですね。でバンドのメンバーも食べ飲みすると。そうです、一緒に一緒にね、いいですね、一緒に楽しもうと。一緒に楽しんで、しかも音楽も聴けるというスペシャルな、大抵、ね、そうなんですよ。大抵こうライブとしていくとね、なかなかこの演者さんと
食べたり飲んだりってできないじゃないですか。はい。それができてしまうという。できてしまうという。スペシャルな企画で。スペシャルな。なので、はい、ライブ自体は、はい。ちょっとだけ短めに。ああ、なるほど。そうですね。もちろん、こうね、ギュッと、ギュッと詰めて。濃縮バージョンで。はい。はい。これって予約とかって必要ですか？あのそのまま会場に行ったら大丈夫な感じなんでしょうか？あ、はい、そのまま会場に来れば、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？分かりました。はい、あまり大人数だとちょっと直接お店に予約していただければ。あ、なるほど。大人数の場合はこう、はい、電話であの青森王国さんにね電話を、はい、7時からっていうふうで予約してもらえば、予約していただければってことですね。はい、ライブ自体は何時からスタートとかっていうのは特に7時からスタートです。あ、ライブは7時からスタートで、青森王国はその前からオープンしますからね。はい、はい、そうですね。その前はリハーサルをしてるので、はい、まあ、それはそれで聞けたらラッキーかなってなるほど。その前はちょっとこう、ね、リハーサルをされていてっていうことですね。はい、はい、分かりました。もうリハーサルまで楽しめてしまうというこの会場でですね。なるほど。はい、まあ、私たちあの、まあ、ダンサーズと一緒に込みすぎともう一人ちょっとおりますので、サッシーさんよろしいでしょうか。この前ですね、うん、あのサッシーさん、はい、サッシーさんがあの、うん、つまみ出した男がいますので。そうでした、そうでした、うん、びっくりしたもん。ああ、うん、いましたね。いたでしょ。本当に王子でございます。お久しぶりでございます。お久しぶりです。あのサッシーさんね、主にあどんな楽器を一番こうやられてるんですか？いろんなものを。私はトランペットを吹いています。うん、あ、トランペットね。はい。あの今日のあの先ほどのですね、あのメールをご紹介したんですけども、そこの部分はお気になっていらっしゃいましたか？はい、ああ、聞き流してました。あ、でもね、聞き流してもいいんだな。うん。ちょっとね、今日はちょっとそれにまつわる話をすると、すごくね、多分みそちゃんがね嫌な顔するんだと思うんですけども、うん、あのね、その流れをね聞いてねいらっしゃったらわかると思うんですけども、うん、その、はい、あのトランペットの吹き口っていうんですか、そのマウスピース、あー、はい、マウスピース、うん、それはちょっとお気をつけていただきたいなと思って。おだまり、うん、どなたかの忍び込んでまたね、うん、プップップしちゃう場合がございますんで。おだまり。うん、それをちょっとね申し上げたかったの。マウスピース、うん、あのみんな、まあ、サイズやメーカーがバラバラなので、はいはい、意外と、うん、あなたのマウスピースどんなの使ってるのって吹き合ったりするんですよ。あ、そうなんですか。ふん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 。なんだからそういうこうあの演奏者の方々がこう、はい、どんな感じなのかなっていうフィット感とか、まあ、下心があるかないかは分からないですけど、あ、まあ、まあプロとしてあれですよね、どんな感じなのかなっていうね。そうですね、音色がね、したり、うん、出したいなっていうことがあって、これは健全じゃないですか、そのね、まあ追求ですよね、うん、そうそうそう音楽の、そうそうそう、そうじゃなくしてあのマニアの方がってなるとね、うん、違う意味で吹きに来ちゃうっていうね。ああ、どのマニアかわからない。そう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 。そうで、ね、今回ちょっとね、あの最初のメールがそうでございましたんで、ちょうどね、ぴったりなあのお話ができるなと思ったんですけども、うん、そうだよね。いい合奏でした。ああ、そうです。ね、だからね、ちょっとそんな感じになっちゃいましたけども。そんな感じだ。いやいやいや。あのまたその話に戻す。いやいや、戻らないです。あの今度青森王国での演奏は約どれぐらいの1時間ぐらいか、1時間半とかのその演奏の時間になるわけですか？そうですね、1時間ぐらい、うん、一気に吹いて、はい、うん、みんなで飲みます。あ、そういうことね。、うん、この、 あの演奏してる時にですね、あの、はい、飛び入り参加っていうのはございますか？飛び入り参加も OK なんですけど、ぜひ参加してほしい一曲がありまして、はい、ライブの終わりに、はい、ダイナミック琉球をみんなで歌おうという、うんうん、コーナーを用意しております。ほら、いいでございますね。あのそこでですね、もしかしたらこのね、タンバリンがあると
うん、とっても王子は嬉しいんでございますけどね。タンバリン、あの一応ですね、私は自称あの、タンバリン奏者と言われてますので、うん、おタンバリン、うん、とてもね、ね、あのどうでしょうね、クラシカルにね、叩くと思うんですけども、クラシカルにタンバリン叩く、そういうこと、じゃあちょっとこれ優雅な感じで、うん、っていうね、あの自負がございますけども、うん、昔ね、私それでね、うん、気持ちよくタンバリンを叩いてたんですけども、うん、昔取り上げられたことあったよね。誰に取り上げられた、似た楽器でよければカーランクは、うん、用意してありますので、タケちゃんに取られちゃったもんね。タケちゃんリューティーの、リューティーの竹見さんに取られたんですよ、ね、うん、そう取られたんだよね、私にね、あのタンバリン叩きなさいっていう風ですから、私ね、とってもあのリズムカルにやってたつもりなんですね。リズムカルプラスクラシカルに、うん、突然取られましたね、うん、突然取り上げられてあのリューティーのテレキナ竹見さんにタンバリン取り上げられたのは、歌いづらいって言って取り上げられたの知ってる？え、リズムが狂うから歌いづらいって言われたの。え、そうなの？そうだよ、もう王子はね、もうそれにね、あの音楽にね、もう入り込んでおりましたからね、もうそんなことお構いなし、うん、そんな、なるほど、じゃあ、うん、挑戦状として受け取りますね。いいですね、で、あれですね、あのタンバリによく似ているような楽器を私に、渡していただいて、ちょっとハッスルしちゃおうかなというね、うん、そういうあのパターンでどうでしょうか。あ、はい、じゃあぜひそれで、でまた、うん、ラントさんと私で両脇抱えて連れて帰るかもしれませんが、またつまみ出されるんだ、うん、またつまみ出されるよ、あれもしかしたらね、あのタンバリ持った瞬間につまみ出されるパターンで、そういう楽器持った瞬間に、うん、弾くこともなく叩くこともなくでも挑戦する気持ちは大事ですので、お待ちしております。ですよね、うん、なんかカープボーイさんが小川直也かって言ってるし、あのジュニーさんもハッスルハッスルって、そりゃそうですよ、沖縄大好きさんが王子できんやんって、え、できになるよって、またできになる、うん、いやそれは多分大丈夫だと思うんだけどな、何が大丈夫、うん、できにはならないと思うんだよね、うん、ただそのね、いろんなことに参加をさせていただけなくなるかもしれないですけどね、後ろの方で静かに見ときなさいっていう、ただまあそれが我慢できないんだけどね、どうしても王子滑ってます。ほら、ミサシさんすごい笑っちゃってるよ、うん、まあ、あの当日ですね、私のそのね、行動を見ていただければ、よくわかると思います。大丈夫かな、地獄を見るわよ、当日来るの大丈夫、来るの、あの、もし最後 の、 でその楽曲の時には必ずおりますので、まあ、ダイナミック琉球には多分どんなに仕事が忙しくてもダイナミック琉球には間に合わせるってことね、多分ステージ中央にいると思いますけど、うん、うん、うんってない、うんって、それが私 の、 サシさんうんって言ってないけどいい、え、お待ちしておりますよ。え、うん、だから知らない間にあれ王子が横にいるわみたいな、まあ、そんな感じでございますので、埼玉の郷さんが王子追放って言ってるけど、追放大丈夫、こっそり来るから大丈夫よ、まあ、それも生のライブの、ね、醍醐味ということで、だからみんなで行く、あの、ではもう一度、うん、あの日にちと時間と会場を教えていただけますでしょうか。はい、今月6月29日土曜日、名古屋栄にあります青森王国にてエクスペリエンスの投げ銭ライブをやります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あの場所などは、まあ、場所と電話番号は今ツイキャスの方にあのメッセージ記載させていただきましたので、ツイキャスをご覧の方はまた確認してください。はい、ここに電話しましたの、はい、俺らコタルママが出てくると思いますので、はい、コタルママも楽しみにしてるそうです。ああ、そうなんですか。いやいやいや、もうコタルママはね、あの本当にあの気さくな方ですので、うん、はい、あの蛍ママの作った美味しい料理と、うん、はい、そして美味しいお酒、うん、そしてライブと、うん、ね、ね、もう絶対あれじゃないですか、はい、もう楽しくなるの間違いないじゃないですか、ね、ビールと音楽は生がいいよね、本当生がいい、ああ、うん、ね、そうだね、まさに番組のね、うんうん、スリップビートのキャッチフレーズですよ。でもう一度あの滑り王子来ますか、来るの、いや行くよだからあの皆さんはね、
ちょっと気がついた時にステージ中央を見てください。必ずおりますので、はい、ぜひ無理なく、来ていただければ。無理なく無理なく無理なくということは、もしかしたら閉店間際でもう皆さん誰もいらっしゃらない時に行っても面白くないです ね。そういう時はやっぱりこう皆さんが、ね、盛り上がってる時に行って、うん、ね、悟られないようにステージ中央に、うんうん、必ず王子がいるっていう、まあ、それはもうここで、ね、あの公言しましたので、サッシーさん、あの、ね、私が上がっていっても止めないでね、うん、必ず、はい、つまみ出す係をもう一人ちゃんと決めていきますあらね、そうですか、あの最強タッグでね、つまみ出されますよ、うん、あの言っときますけど、つまみ出されるだけじゃなく、うん、あの蛍の周りは粗相がない、ね、まあまあそうだね、山中智文さんから、滑りゼリスの山中智文さんから、はい、伝説の青森王国ですねって、はい、もうもはや伝説になっております。そうなんですよ、もう、本当にね、あの時のあのウィークリコミラジオの時は、はい、もう1分ぐらい出てたのって、うん、そうですね、びっくりしたもん、一番最後の、一番最後ね、かなり長くね、あの30分はジャックするまで、ね、待機してたんですよ。だからね、座った途端にエンディングでしたからね。私ねびっくりしました。よかったら、ね、イミグレさんがすごいいい役割してくれて、うん、本当にうまくカットインしてきたからあのさ、本当にイムグレさんナイスと思ったもん。座ってた途端にエンディングってある？美味しい。喋ることなくですよ。あのつまみ出されて待ってっていうね、うんうん、ドプラ効果みたいな声だけが残ってたからね。そう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 。フェードアウトしてたんですよ。フェードアウトしたね。実際的に。そうなんですよ。本当にあの楽しいことがまた再現されるんでしょうか。ね。だからね、6月19日楽しみですね。またね、楽しみです。あのサッシーさんね、必ずステージ行くときはアイコンタクトしますので、OK 出してくださいね。おだまり。はい。ありがとうございます。田中さんからツイキャスいただいております。私当日ベース弾いてますので、そういう意味でつまみ出し要因かもって。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お手伝い若干申し訳ありませんけども。田中さんがまたさらにこうね、まあ、持ち上がらなかった場合は、はい、さらにつまみ出せるパワーがあるということで。はい。これまたあれなの、もう何人か体制であれなの、はい、3人体制なのかもしれませんよ。もうあの人力で何としても出すんだよね担ぎ上げられちゃうよね、はい、今度ね引きずられるんじゃなくて、ね、あ、そうそう、なかなかさんでしたらね、もしかしたらね、もう持ち上げられるかもしれません、まあ、ね、はい、みこしのようになっちゃう、みこし状態になるかもしれません、はい、はいはい、ということで、サシさんどうもお時間となりました、ありがとうございました。あの今週土曜日楽しみにしております、はい、はい、お願いします、楽しみです。19日からライブ始まりますので、はいはい、はい、ということで、本日の電話ゲスト、サッシーさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、うどん県大好きさんからです。ありがとうございます。私が小学生の頃、トーンチャイムという楽器を演奏していました。トーンチャイムとは細長い四角の形をした金属の楽器で、振ると音が、鳴ります。音階ごとにそれぞれ鳴る音が違います。一人では演奏できず、10人ほどは少なくとも必要です。ハンドベルによく似ていますということでございます。あ、こうチリンチリンってこうね鳴らすようなあの、うん、楽器なんだろうね、うんうん、あーはーはー、なるほど、うん、まあですね、あのたくさんの方と一緒にやったらいい音が出そうですね。はい、ありがとうございます。では銭形警部さんからです。はい、楽器ですが、もともと手先が不器用な私は、音楽の授業で楽器の演奏は下手くそなために、音楽の通信簿の成績が常に1でした。あら、未だ楽器の演奏はできませんが、次男中として生まれてきたからには沖縄の楽器である三線をマスターして演奏してみたいですね、ということです。
うんうんね、やっぱ憧れますよね、うん、ねその三振弾けたりとかするとかっこいいなって思います、うん、何でもそうですね、楽器弾けると ねかっこいいですよ ね、うん、はい、ありがとうございました。そしたらもう一通いきましょう、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ダンサーズタミソさん、王子ゲストの中村さん、しせいかさん、こんばん名古屋。名古屋、テーマ楽器、楽器オアからもらった三振が家にあります。最近触ってないのですが、前はよく触っていました。あと今は手放しましたが、小さい電子ピアノも買って練習していた時期も、また買い直したいな。ピアノの経験はゼロですが、指一本さんという YouTuber さんの動画を見て、うん、アニソンとかワンコーラスだけ練習していました。おー、これピアノを弾きながら歌われてるっていう YouTuber さんなんでしょうね。うん、まあ、あの今 YouTube 見てね、いろいろ練習できますので、ね、ありますよね、うん、カープボーイさんがツイキャスで、三振また注文しちゃったって、うん、三振組合の理事長さんに注文しちゃったって、うん、半年後楽しみって、なんか特別注文のやつですかね、うんうん、完全なオーダーメールですね、うん、あとひふみさんがこんばんごっくんちょ、ごっくんちょ、叩いて音が鳴れば何でも過保にしちゃうぜーと、うん、あー、さすがひふみさんね。でも隣にいる音が叩けば埃が出ますけどね、うん、叩けば埃が出る、どこ隣の人、うん、うん、埃が出る、うん、いろんな埃が出る、あの先ほど出ていただいたあのパパ屋さん、沖縄 T シャツ屋さん、うちの三振は熟成中ってどういうことだろう、うん、熟成中、熟成してるのかな、あ、うん、もしかしてあの買ってそのままってことなのかな、ああ、そういう、うん、そういうことね、うん、うん、いっくんさんこんばんはということで、こんばんは、こんばんは、あ、しかも鈴木がありました、あの、はい、旦那のコントラバスは私のコートかけって、おお、あら、コントラバス大きいから、そうそう、近い、大きいからちょうどあそこにかけられる、ね、コートかけられてるんだ、あ、そういうことね、ってことは旦那さんもコントラバスどうしちゃったんでしょうね、もう最近開けてないのかな、一回、うん、やられてないのかな、ね、うん、ね、そういうことだとございます。ありがとうございます。じゃあメールいきましょうか、はい、はいはい、岐阜の9人のバーバーさんからです。ありがとうございます。今日は暑かったですね、これから本格的な夏の到来、夏バテ熱中症にはくれぐれも気をつけたいとですね、気をつけないとですね、今日のテーマ楽器、子供の頃からピアノを習いたかったのですが、家にピアノがないとレッスンは無理だと言われ諦めていました。20年ほど前中古の電子ピアノを購入してピアノを習い始めました。レッスンは30分、あとは自宅での練習で上手くなるのですが、サボってばかりの私は上手くなるはずもなく、でも指先を動かすことは確実に脳トレになるらしいので、これからも続けていきたいと思います。仕事はリタイアしたら練習時間を増やして1曲でも多くまともに弾けるようにしたいと思うバーバでした、ということです。うん、だからあのやっぱり指先はいいですよ ね、あのずっと練習やられてる方は、うん、もう年齢いってからですね、40とか50から始められた方でも、そうそう、年齢関係ないんですよ ね、それなりにやっぱり ね、あの練習されてる方は、ね、こう仕事が忙しく仕事辞められてからやられる方もたくさんいらっしゃいますしね、いいと思います、いいと思いますよね、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで、うん、名古屋栄養コーナーいきますか。そうですね、はい、はい、名古屋は栄養コーナーですけれども、はいはい、楽器ということでね、うんうんうん、実は、うん、ねえ、皆さん得意な楽器とかってあるんですか。王子だから多分それ得意じゃないじゃないですか。いやいや、だからそれぐらいしか、まあ、あと、まあ、カスタネットとかさ、うん、まあ、それぐらいのあれですね、あとそれ以外のものはね、あまりね、うん、あの音感上手く取れてないんでしょうね、あの、うん、リズム的に、うんうん、あのトークはリズムからなんですけども、いやいやいや、トークもリズム崩してるよ、崩してる崩してる、あれそうなの、うん、それやっぱり楽器とかは、ね、ちょっとね、うん、あまり上手くできてないっていうことがねありますので、うん、
うん、あんまりあの得意というような、うん、楽器はございませんね。ただまあ先ほど言ったようなものは、うん、自負しておりますので、うんうん、はい、いや実は私もね全然楽器弾けないんですよね、うんうんうん、なんかこう小さい時にピアノを習っていた人とかいるじゃないですか、はいはい、残念ながら全く無縁でしたね、うん、はいはい、うん、ダンサーズも、いや実は私もこの3人って実は全然楽器できない人たちですよね、うん、そうですね、楽器のあれはあんまりないですね、うんうんうん、まあただまあ、うん、まあちょっとこの名古屋のこの栄誉のコーナーで、うん、まあ、名古屋じゃないんですけど、はい、この東海3県でくくる手なんですが、うん、実はあの岐阜県、ね、はい、岐阜といえば、うん、超有名な、うん、ね、ほんと超が超超超超有名な、うんうん、このギターギターを作ってる会社があるんです、うんうん、ね、まあ、あの、うん、何でしょう、世界ですよね、まあ、そう、いやもう世界ですよね、うん、で、なんかね、あの話を聞くと、もう何でしょう、桑田佳祐さんとか、うん、もう名だたるギタリストが作っているヤイリギター、うんうん、岐阜県蟹市にあるんですけども、うん、あ、蟹市なんですか、はい、これがですね、うん、やっぱり超有名で、うんうん、まあ、あのラジオ沖縄のリスナーさんだったらもう分かると思うんですけども、はい、魂さん、はい、うんうん、魂さんもここでシャオロン・トゥ・ザ・スカイの魂さんもね、ヤイリギターを で、ね、ギター作ってもらってるというふうに聞いてましたので、うん、やっぱ違うみたいですね、うんうん、やっぱりそうでしょうね、こう熟練した職人さんが作って、まあ、一つ一つ多分ね音も違うと思うんですけども、うんうん、それがやっぱりあのこう素晴らしい音を、ね、奏でるところでしょうね、うん、やっぱり有名な方もやっぱり推奨されるところですので、うんうん、なんかそのこのですね、やはりそのどうなんでしょう、この自分の好きなようにチューニングしていただける、本当に何でしょう、細かいところまでやっていただけるというのがこのヤイリギター、まあ、そうですよね、あのネックのところも多分、うん、あの人それぞれの指の幅とか手のひらの大きさとかに合わせて多分作っていただけるんでしょうね、うん、一番フィットするような形で、うんうんうん、ね、既製品だとまあそういうわけにはいかないですけども、うん、本当にあのオーダーメイドのね、うんうん、一番こう弾きやすいものを、うん、あの提供していただけると思います、うん、ですね、そういうことだよね、ジュニーさんが、うん、追加して名古屋は大正ごとかなって言ってるんですけど、どうなんでしょうね、うん、確かに大正ごと習われてるご年配の方って結構いらっしゃいますけどね、うん、これって全国的なのかそれとも名古屋に多いのかどうなんでしょうね、うんうん、でももうそれもあのね、うん、大正ごとやられる方も上流家庭の人しかいらっしゃらないと思うんですよ、ね、いやいやいや、でも割とね、うん、こういません発表会とかでこうご年配の方が、いや、まあ、まあ多分それをこうね、いろいろ検索したりとかすると多分そういうリサイタルとかそういうのがあると思うんですけども、うん、なかなか身近には、ね、いらっしゃらないですね、王子の周りにはいないかな、いないですね、うん、口笛吹いてくるぐらいの人じゃないかな、あ、なかなかさんがね、あのいろいろ教えてくださってます、はい、大正ごとは名古屋が発祥の家元があるんですよっていうことで、うん、なるほど、あとね、同じくなかなかさんが、うん、愛知にも蟹江にギター作ってる会社があるよって、グレッチとか作ってるよっていうことで、ああ、私これを今のなかなかさんのコメントで思い出したんですけども、はい、確か名古屋市中川区に、はい、バイオリンだったかな、はいはいはい、を作ってる会社が、あ、なんかあったと思いますね、うん、会社があるっていうふうに、うん、確か聞いたことあるんですよね、はい、なんか、うんうん、王子もなんかそんな聞いたことがありますね、うんうん、で考えると意外にいろいろね、こう楽器っていうと私は割とヤマハとかある静岡のイメージとか、うんうんうん、浜松のイメージがあったんですけれども、うん、意外とこう岐阜にも愛知にもいろいろあるんですね、うん、そうなんですね、うんうん、はい、ということで、はい、名古屋は栄養楽器のよもやま話でした、はい、キウナ名古屋
メールご紹介します。はい、お願いします。はい、お願いします。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ありがとうございます。子供の頃はリコーダーやハーモニカはなんとなく吹くことができたように思いますが、大人になり友人がトランペットをやっていて吹き方を教わりましたが、音を出すことすらできず断念しました。あ、難しいもんね。三線も数年習っていましたが、ここのところはほとんど演奏しておらず、せっかく習っていたのにもったいないなということでございます。まあ、そうだよね。ちょっとずつ練習しておかないと、こう指先がこう動かないとかさ、ともあるんでしょうね。ねえ、うん、ね、こう手がこう、なんていうの、こう素晴らしく早く動いたりとかするじゃないですか。でもそういうね、王子ちょっと不器用だな。なかなかそれできないな。王子不器用だな。そうですね、この3人ほんとね、何も楽器弾けないんですよね。ほんとにダメですね。ねえ、王子タンバリン参加するって言ってるけどさ、はい、いや難しいんじゃない。やめた方がいいと思いますよ。あのタンバリンはないっておっしゃられてましたね。そのタンバリンによく似たものというのはですね、ちょっと王子ちょっと、あ、パーランクですよね、はい、あの沖縄でね、沖縄ではもう、あの青森もここにあるかもしれないですね。まあ、ただですね、まあ、今回の場合ですね、あのサシさんのね、まあ、こう了解のもとにこうアイコンタクトをして、あのステージ中央に王子がいるっていうあのパターンでございますので。どうして中央に行くの。そりゃ王子中央でしょ。え、なんで中央に言おうとする。ダメでしょ、中央は。 なぜあなたが中央、それはだってあのね、あの王子来たよっていうそういうアピールでございますよ。中央に行かなくたっていいじゃないですか。うちの方だって、うちの方だったらそれは見てない場合があるじゃん。いや、見てないじゃなくて、見ないんじゃない。そうそうそう、そうなん、みんなね、見たくないかもしれないですね。そこにたどり着けるのかどうかっていうのがね、ちょっと今ね心配になりましたね。このステージにたどり着けるかなっていう、そこがちょっとね、今王子ね、ふっと考えて心配になりました。難しいと思いますよ。で、難しい。はい、はい、まあ、あとはですね、はい、当日ですね、はい、まあ、王子がどこにいるかをね、探し当ててください。おだまり。いや、なんか怖いな。怖い。王子邪魔しないでよ。い、邪魔はしないですよ。あの素敵な演奏の邪魔しないでくださいよ。だから演奏はだから一番最後のところにね、もう最後、それこそさ、最後ね、じゃ終わったところに、あの王子が並んでるっていう、まあ、それぐらいのところにしておきますので、くれぐれも言いますけど、粗相がないように、はい、本当そうですよ。だから今思うのはさ、ね、そういう風に皆さんが感じてですよ、ね、のステージにたどり着けないんじゃないかなって本当そう思いますからね。どっかで制されるってね、ガードマンに、ね、止められる、あの、はっきり言いましょう、打破されると思います。打破されるってどういうこと。打破されたら違うとこ行っちゃうよ。あの、パワヤさんが、中央、私が見下ろす位置に王子の居場所を用意しますね、ハート。あー、そういうことね。王子の居場所を用意しますねって。これ一番なんかちょっとこう華やかなところがね、王子。あ、違うよ、中央、私が見下ろす位置ですよ。私が見下ろす位置だから、王子は下の方ってことよ。下の方、真ん中かもしれないけれど、真ん中の下の方ってことね。下の方ね。だから見下ろされますよ。しれっと横にいようかな。しれっと。なんで横にいようとするの？なんか痛いじゃん。痛い。あの、すいません。いいんですか、あのメンバーの中中さんもいらっしゃいますけれど。はい。ね、だからそういうところにね、皆さんがあれ、この人は誰みたいな、ね、やっぱりあの王子はね、ステージに上がってるんだなっていうところをね、皆様に、ね、見ていただきたいですね。あの王子がステージに上がったと同時に、あの、サシンさんたちが一斉に、あの蛍の光を流していただいてお帰りいただくと。そうすると、もう皆さん、あの壇上から降りてくるところ、ね、つまみ出すよりもナチュラルにこう追い出すっていうね。ということは、もうあの王子一人ぼっちってやつだね。もしかしたら違う、素敵な演奏とともに退場していただくんですよ。あなたの好きな言葉を借りれば、クラシカルな退場ですよ。
うん、あ、それはあの王子があの蛍の光を歌うというわけじゃないわけだね。ただあの中中さんから警告来てます、はい、まあ邪魔したら蹴飛ばすけどね。、うん、まあ蹴飛ばすほどのねあれではないとこね思いますけども、うん、まあ必ずどっかにいるだろうなというね。どっかにいる、どっかにいるだろうなっていう。でも高本さんがもうカーテン下ろせばってね。カーテン ねないなあ。そこでもういそのこと、あ、トイレがあったからトイレに閉じ込めるとか、ね、いやいや、ちょ、すいません、あのお手洗い行きたい人困るからやめてください。あ、うん、叫んじゃうよ、出してって。あのしかもね、邪魔した時のために踏み心地の良いヒールを履いてって。ああ、踏み心地の良いヒールが怖いですね、うん、運動靴じゃないですよ、ヒールですよ、うん、なんか 穴開いちゃいそうじゃない。踏まれたら。あ、いい感じですね。うん、うん、じゃないよ、うん、じゃないよ。痛いじゃない。びっくりしちゃう。はい、いや、今週の土曜日どうなることでしょうか。楽しみです ね、あのね、本当に、こう土曜日ご都合がよろしい方は、うん、ぜひ名古屋ですけれども、青森王国、名古屋の栄にですけれども、ね、あります、はい、地下鉄栄駅から徒歩9分かな、うんうん、ぐらいで9分もか、もう9分ぐらいかな、うん、で行けるようなところですね、うん、はい、中区役所の南東方向っていうんですかね、うん、ね、うん、に位置します、はい、いや、そうだね、でもあれですよ、あのちょっとその奥行くとね、ね、あのお姉さんたちがお見せですよね。まあまあそうですよね。あの王子、あのもう一本向こうの南の方 の通りに行かないでね。うん、あの行かないです、ね。ただあの、そこ通らないと駐車場に行けないとかいろいろパターンはございますけども。いろいろパターンはあるけど、うん、あの誘惑に負けないようにお願いしますよ。まあお誘いに、あ、でもそうかな、あの今、ね、よくね。いや、お誘いもあるけれども。うん、あ、あるある、あの、うん、ね、あの。お誘い気をつけた方がいいですよ。あんたらお誘いあったら乗っちゃうの？乗りません。乗りません。うん、乗りません。あの、まあ大体そういう方々もたくさんいらっしゃいますので。でもあのお姉様方じゃなくて、お兄さん、お兄様方もいっぱいいらっしゃいますよね。そう、まあおじさんっていう方もいらっしゃいますね。いや、おじさんじゃなくてあれですよ。あの今流行りのきらびやかなお兄様ですよ。ああ、うちのね。あの、うん、何でしたっけ、あのナンバーワンみたいな。はいはいはい、はい。ね、そうですね、ね、まあ、そういうのも、そういうちょっとね、はあのもうちょっと行くと華やかな方になってしまいますけどね。そうですね、華やかですね。それはみそちゃん、うん、お気をつけになってね、綺麗なお姉さんって言って引っ張られていかないでね。ああ、お兄さんがね、そうそう、あのかっこいいお兄さんがね、そうよ、本当お願いしますなんて来るわけだから、うん、いや怖いですよね、だってすごいお金いるんでしょ多分ね、ね、うん、ね、だからね、あのお酒飲める方がいっちゃうとね、どんどん飲まされちゃう。カッポイさんに言われちゃった。そっちはミソニコミスキーさんが気をつけなければいけないんじゃないの。でしょ、本当に。いやーねー、まあ、王子はですね、まあ、そういうのは結構ね、免疫力がついてますので、うん、まあそんなものはもうペッペッとこうあしらっちゃうんですけど、ミソ、うん、ちゃんの場合はですね、うん、もうそのね、あのお目目クリクリのね、そういうお兄さんたちにね、うん、誘惑されちゃうっていうね、そういうあのことがございますんで。お気をつけになってね。私に警告します、それ。そうです、あ、パパヤさんが夜の街に華々しく散る王子が見れるかも。あ、まあ散るとか砕け散るような感じですね。散るね。散るね。あ、てかジュニさん、際どくなってきましたけどって。いやいや、だって全然それはさ、うん、そういうあのね、青森王国さんからこう一本中に入ったとこ、うん、日本中に入ったところはもうそういうお店がたくさんね、うん、あるとこですんで、うん、まあ、そこはもう通らざるを得ないということでございますな、ね、うん、そこであの、まあ、王子はまあ、うん、でもね、やっぱりあの呼び込みの人、あ、はい、エンディングいきましょうか。はい、はい、エンディングです。はい、うんですね、はい、来週のテーマは残念。来週のテーマは残念です。王子のトークが残念、王子の滑り具合が残念、王子の知的さが残念などなど、皆様の残念エピソードを寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人
相続なのでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢や、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。小林さんが土曜日の王子が残念ってことですかね。もうちょっとさっきの話が膨らましたかったけどね、時間がなかったね、はい、いやもう膨らまなくていいよ。あ、そうでございます。はい、ということで、はい、閉店グラングラン。はい、はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もね、本当にね、王子はですね、はい、ゲストの方と素晴らしいいいトークができてね、よかったよね、本当にね、サッシーさんとね、いろんなお話ができてね、うん、うん、とっても良かった、まあ、本当に。つまみ出されないようにしましょうね。ああ、ね、そういうことね。でも、はい、土曜日楽しみですねですね、はい、はい、はい、じゃ来週も聞いてください。はい、来週は残念です。残念です。王子が残念かな。え、また来週。はい、また来週。